二条城、二条城、正式名称をもとりき二条城は、京都市中京区二条通り、堀川西入二条城町にある、江戸時代に造営された、日本の城である。京都市街の中にある平城で、工述する足利市、小田市、豊富市、徳川市によるものがあるが、現在見られるものは、徳川市によるものである。また、後の近代において二条城は、京都府の府庁や、 皇室の力休として使用された。木内全体が国の史跡に指定されているほか、二の丸五点、六棟が国宝に、二十二棟の建造物と二の丸五点の障壁が経線十六面が重要文化財に、二の丸五点庭園が特別名称に指定されている。さらに1994年、平成六年には、ユネスコの世界遺産、世界文化遺産に、 古都京都の家財として登録されている。徳川家康の将軍宣言に伴う賀儀と、徳川義信の,の大政奉還が行われ、江戸幕府の始まりと終わりの場所でもある。また、後の近代においては、大正天皇即位の儀式である大天の共演場として使用され、場所となった。日本の歴史書において、二条城と呼ばれることのあるものは、複数ある。 当時の二条王子は、須作王子が廃れた後、都一の王子であり、足利高氏から義光まで三代の将軍が二条に、屋敷を構えたため、将軍家の屋敷を、二条人、または二条城といった。室町時代に、平安家の左京にあった、唯一の城である。ちなみに、右京にも、唯一、西陰城、西の城があった。二条城と西陰城を、 平安系の領城とも言う。現存する、元利休二条城は後の城である。一と二は、同じ場所に作られたが、連続性はない。一を、二条城と称した例は、当時から現代に至るまでないが二の前史として、ここに紹介しておく。二と三と四は、同じものと見る説もあるが、信長後期その他の資料、及び、発掘結果、残存地名などを根拠として、 別のものとするのが現在では、通説となっている。二と三と四について、二条条と呼ぶのは語が完成した江戸時代以降のことであり、五と区別する趣旨で、旧二条条、二条古条などと呼ばれることもある。この節では、近世以降の現在の元利休二条条である五の前史として一の、武衛人のお構えと二と三と四との、二条条について、略説する。 A68 年、1565年、戦国乱世の田中にあって吉ルは、幕府の重鎮であった柴氏の屋敷跡に、自らの城を築いた。武衛とは、柴氏の職名を由来とし、その屋敷は、落中落外図にも、武衛として登場する。現在の旧二条城跡地の地名が、武衛神長であるのはこれを由来としている。堀もあったが、完成寸前、慶久坊様、 おたての四方に、深堀高瑠長関、剣吾の小蔵さあり、未だ御門の扉以下は出退せず、足利清に、三好三人衆らの襲撃を受け、吉輝は落命した、英六の変。変後、跡地には、新女堂が移された。吉輝の弟、吉明は、織田信長の武力を後ろ盾として、英六十一年、千五百六十八年に、上落。 将軍就任後は六条本国寺を居所としていたが、翌十二年、1569年、三好三人衆による襲撃を受けた本国寺の変。この時は、京都にいた信長家臣団及び、義明の側近らの奮戦により防戦に成功するが、この方を受けた信長はさらに防備の整った城の必要性を認識し、義明のために築城をすることを決めた。場所は、 吉照の武衛人の城のあった地を中心に北東に拡張して約400メートル四方の敷地に二重の堀や三重の天守を備える城郭作りの邸宅とした。信長自身が不審相武行として現地で人頭指揮を取り古殿などの建築を統括する大工武行には村井貞勝と島田秀光が任じられた。建物の多くは本国寺から移築され、フロイス、 日本史さらには、屏風や絵画などの重機までも、本国寺から運び込まれ、細川市一族で文家、細川天宮家の細川藤方邸から、文字通り、成り物入りで、名跡藤戸と石が搬入された。築城は、約七十日という短期間で終え、その年の四月に吉明はここに本拠を移した。この城の石垣には、京都中から集められた墓石や石仏も使われた。 山品ときつねは、石倉に驚嘆している。石倉とは、石垣のことで、この城が初めて本格的に石垣を積んだ城であった、ことを示していい。周辺からは、金箔瓦も発掘されており、旧ごしらえにしては豪壮な電車であったと、考えられている。当時は、武家御所、武家御城、久保様お構えへ、などと呼ばれていた。なお、元気三年。 1572年3月、信長は、義明の強い勧めもあってこの城の北方、武者の工事編に、自らの屋敷を着工している、未完成。ところが義明と信長の関係は徐々に悪化し、元気3年に義明の信長追悼令に応じた、武田信玄は正常を開始し味方が原の戦いで、勝利を収めたのを知ると、よく転承願念。 1573年3月に、吉明は二条城にいて、信長に対し挙兵する。信長は上京の町屋を焼き払い二条城を、包囲するが、城自体に対しては、攻撃を控え、大木町天皇の勅命を得て、和議が成立する。しかし、7月に再び吉明は、宇治の牧頭城において挙兵する、牧頭城の戦い。この時、二条城には、公家の日の照助と、 高倉久志将、吉明の側近で幕臣である伊勢忠史教と三淵藤秀が守備のため置かれたが、織田軍に包囲されると一戦も交えず降伏した。この際に御殿などは兵士たちによって破壊されたと伝えられる。この直後、牧島城の吉明も降伏し、機内から追放され、室町幕府は実質的に滅ぶことになる。二条城に残った天守や門は天守を年。 1576年に解体され、安土へ運ばれ築城中の安土城に転用された。昭和50年1975年から昭和53年1978年まで京都市営地下鉄、カラスマ線建設に先立つカラスマ2の発掘調査が行われ、この信長の二条城の石垣及び二重の堀の跡が確認された。 この際発掘された石垣にあった石仏家が、京都文化博物館及び、西京区の落成竹林公園内に展示されている。また、石垣の一部が、京都御苑、サーラ口の内側及び、現二条城内に復元されている。また、平安城学院の敷地の一角に、旧二条城石と掘られた石碑と説明板、吉明二条城、イコール二条新御所説を記すが立っている。 織田信長がカラスマ室町のお池上る付近に設けた上官。信長は天正四年、1576年4月に、京に滞在した際、二条通り南側の見を寺、現在地とは異なるに宿泊したが、寺の東側に隣接する公家の二条家の邸宅の庭の眺望を気に入った。二条亭、二条殿、押し麹カラスマ殿は、 当時、落中落外図屏風に必ず描かれるほどの、羅帝であった。前従者の二条、晴れ吉、秋寂、妻は、信長の養女不死は、直前に信長の計らいにより、法恩寺の神邸は騙しして、時常狂気焼き屋となっていたので、信長が上落した時の宿所とするため、この旧二条邸を譲り受けて、改修を、京都諸次第の村井定勝に命じた。 翌年のうるう七月に、信長は初めて入り亭。八月末には、改修が終わり、以後二年ほどは、この、二条五神像、武家五条ともに自ら居住し、家の宿所、本邸として使用する。天正七年、1579年には、この屋敷を皇太子、佐根人神皇に献上。同年十一月二十二日に、佐根人神とその御子である宮、 後の国喜び神王が、この二条信御書には魂しした。天正十年、1582年、本能寺の変が起きると、明覚寺にいた、信長の嫡男、信忠主従はそれを知るや、本能寺の信長と合流するため出撃しようとしていた。しかし、そこに、村井佐勝不夫らが駆けつけ、本能寺がすでに落ちた旨を伝え、 防御能力に優れた二条信号所へ移ることを、進言した。信忠は、サネヒト新能らを二条新御所から出した上で、ここに牢上し、これを行為する、明智光秀勢と奮戦するが、信忠をはじめ貞勝ら六十64名が討ち死にし、二条新御所も、隣接する、明覚寺と共に海人に返した。現在は、両替町通り、お池上がるに、この付近二条電子、 室町通り、大池上がるに、二条殿大池跡と掘られた石碑が建っている。付近には、二条殿町、大池の町及び本能寺の辺ゆかりの、城明閣寺町、明閣寺町の地名が残る。なおこの、大池が、現在の大池通の名前の由来となった。跡地には、変の直後、秀吉により、信忠の母提を弔うため大運院が創建されたが、 間もなく秀吉の京都改造に伴い寺町市場、下がるに移転させられた。この二条新御所は、吉明の二条城石に設けられたとする説があるが、山品ときつが天正四年九月十三日、1576年10月5日に、右大将家二条新兵を見物、翌十四日、10月六日には、武家古城を見物しかきの取り壊し、 反出されている様子を目撃したことが、時常狂気に記されているから、明らかに別の場所にあったと考えられる。また、サネヒト新能当時、金利、上の御所に対し、下の御所と呼ばれていたから二条新御所は、金利南方にあったと思われ、御所西にあった、吉明の二条城石に気づかれたとするのは、不自然である。さらに本能寺の変の際、信忠は人を、 妙覚寺から二条御所へ移しているから両者は金傍にあったと推測される。同じ時、信忠御子の小沢六郎三郎は二条信御所に駆けつけたが、明智軍に囲まれていため、町通り二条、二条通りのことへ、上がってお構えに駆け込んだと、信長後期に記されているから、二条信御所は二条通り南方にあったことが明らかであり、この点からも、吉明の二条城とは別であったと、 判断できる。また、先に触れたように乱後、この地に信忠の母大時代運輸が建築されている、ことも有力な傍証となる。橋場秀吉、豊臣秀吉も二条に城を構えている。秀吉は信長在世中にも二条御神像の隣接地に屋敷を有していたが、天正八年、1五百八十年に信長によって没収されてお気に入りであった全関白。 金崎久に献上されている金見狂気。皮肉にも本能寺の変の,の際、この駅家人の逃げ出した、この屋敷を占拠した明智軍がここから二条新御所を攻撃したという話があり、明智軍機、やがてそれに、尾ひれがついて先久が光秀に加担したとの風説が流された。その後天正十一年、1583年、本拠地を大阪に定めた秀吉は、 京都における拠点として、二条台を構えた。病研寺を移転させ、その跡地に建設されたことから、病研寺町とも呼ばれる。周囲に堀を巡らし天守もあった。樹楽大歓声まで秀吉の成長として使われ、普段は前田玄威が在場した。所在地は二条城の東200メートル、原中京区小川押工寺付近、地名に古城町、下古城町を越している。 伝承剣王少年施設を引き連れて、樹落台の秀吉を訪ねた、巡察師、アレッサンドロ・バリニャーノは、前日に豪華な、秀吉の旧屋敷に泊まったとあるが、1、時期から言ってこれが、この二条台であった可能性が高い。幕府は二条城と称したが、朝廷側はこれを二条邸と呼んだ。その230年の間に、暴風雨や地震、落雷で徐々に建物は破損し、 老朽化する。寛延3年1750年には落雷により天守を消失。さらに京の町を焼き払った天命8年1788年の大火の際には飛び火が原因で本丸御殿、炭櫓などが消失した。破損部分に関しては修理が行われたが死した建物については再築されることなく幕末を迎える。 二条城はかつて平安系の大大理であった場所の南東端とその南にあった近縁、天皇の庭園である上泉園跡とにまたがる地にある。東西約500メートル、南北約400メートル、ほぼ矩形だが厳密には東側から見て突型となっている。南北の幅が狭くなっている西側部分が徳川家光の時代に行われた。 官営の大改修によって拡張され部分で、家康による創建寺は、現在の東側半分、二の丸のみであった。家康がこの地を選んだ理由は不明だが、この地が、比較的人化がまばらであったこと、それでも数千件が取り壊されたが考えられる。その他、信長の二条新御所と秀吉の妙見寺城が並ぶ、東西のラインと秀吉の呪落台から真南に伸ばした。 ラインの交差する場所、いわゆる聖なる、ラインの交わる場所であったことが注目される。特に呪落台の存在は大きく、共に堀川西域に立ち御しに向けて門を開けている様子は家康が呪落台を意識していたことを明瞭に示している。縄張りの形式は本丸の四方を二の丸で取り囲む輪郭式に分類されるが、本丸が中央より西寄りに配されている。 本丸は約150メートル四方のほぼ正方形であり、本丸と二の丸の間には内堀が二の丸の周りには外堀が作られている。二の丸は本丸の北と南にある仕切り門によって東西に分かれている。この西側部分を西の丸と呼ぶ資料もある。家康による創建時は現在の二の丸東側部分は本丸であり、本丸のみで構成される。 三角式であった。大手門前の広場と堀川2を隔てて、堀川が流れているが、そう書くとまでは言えないものの堀川が第一、防御線として想定されていた可能性はある。実際、江戸時代には西、堀川2、イコール原堀川2の南北に通行を妨げる、釘抜きが設けられ、大手門前の広場に、町民は立ち入ることができなかった。 なお家康による第一期二条城の絵図面の類は見つかっておらず、その内部の様子はよくわからない。二条城の敷地は現在の京都市街にもほぼ受け継がれている平安系の町割りに対して時計回りに約三度の傾きがある。これは宣教師によって日本にもたらされた方位磁石を不審の際に用いたためとの説があるが、証拠はない。もしそうなら、 南北が明瞭な当時の京都で、なぜわざわざ磁石を使ったのかという疑問が新たに生じる。呪落台、後周辺の街路が同様に、数度の傾きを持つことから、この傾きを作ったのは、秀吉で、家康がその傾きを継承した可能性もあるが、これにも確証がない。将軍大罪の城としては、規模も小さく防御能力に問題がありそうだが、家臣の疑問に対し家康は、 1>, 1日2二日も持ちこたえれば周辺から援軍が来る。万が一この城が敵の手に落ちたら県城だと取り返しのに手間がかかると答えたと伝えられる。外部との出入り口としての城門は東西南北に一つずつある。ただし南門は1915年大正4年に大正天皇の大典に備え新たに作られたもので本来の城門ではない。西門は 堀川通に面した東大手門、矢倉門である。西門、渦見門と前日の南門は外堀を渡る橋がなく、使用されていない。北大手門、矢倉門も普段は閉鎖されている。また、この他に城内には5つの城門がある。二の丸を東西に分ける北中式里門と南中式里門、二の丸と本丸を結ぶ通路への入り口となる、鳴子門と桃山門。 その通路から内堀を渡った本丸への入り口となる、ヤグラ門である。なお、東大手門は現在創建時と同じく、ヤグラ門となっているが、御水のノ天皇の行行を仰ぐ際、上から見下ろすのは不景として一重門に帰らた。行行後には再びヤグラ門に戻された。二の丸の中心的建造物である、二の丸御殿は、東大手門から入って、正面の西方に立つ。 五殿は築地塀で囲まれていて、正門である唐門は塀の南側にある。それをくぐると正面に二の丸五殿の玄関にあたる車寄せ、車寄せが見える。二の丸五殿は手前から順に、東侍、東侍、式台、式台、大広間、蘇鉄の間、黒書院、黒書院、白書院、白書院と呼ばれる六つの建物が眼光に並び、 廊下で接続され一体となっている。また、当初柱の同伴は金箔押しであって、現在現存しているものより、はるかに華やかなものであった。大広間の西側、国書院の南側に、日本庭園がある。当侍の北側には、台所と配膳をするための、御聖書と呼ばれる建物がある。現在、日和田吹きとなっている、東白車寄せの屋根は、 明治修理により瓦原吹きから日和田吹きとなったものである。本丸御殿は御所の北にあった旧京急堤1847年建築を1893年、明治26年から1894年、明治27年にかけて移築したもので、徳川家の二条城とは本来無関係の建物である。過去には春と秋に期間限定で公開されていたが、 耐震性の不足が判明したため2007年、平成19年春を最後に公開を中止して、以降、内部は公開されていない。もともとあった京都御苑内の敷地には、築地米と表門と、直子門、また庭園や池も現存している。本丸御殿の南には、洋風庭園がある。創建寺の天守は、落中落外図屏風に、城の北西部分、現在の清流園のあたりに、 暴老型の五重天守として描かれている。この天守は、慶長期に、家康によって、現在の二の丸北西宮に建てられたもので、山和郡山城天守の移築説がある。記録には小天守や渡り廊下の記述があり、天守愚を形成していたと考えられる。この天守は三代、家光の時に行われた、官営の大改修時に、淀城に、再び移築された。移築された、 淀城天守は図面が残されているので、慶長土天守の復元は可能である。これに代わり、新たに作られた本丸の南西宮に、前年に一国一条例によって、廃城とした伏見城の天守が移築された。この関営駅天守は、取り付け倉が付属する相当型55階の天守で、あったが、1750年、関営三年に落雷で消失して、以来、 再建されなかった。現在は天守台の実が残る。天皇が登った唯一の天守である。別名、八陣の庭。小堀演習の代表作として挙げられることも多い。桃山洋式の地戦下有識庭園である。池には三つの島が浮かぶ。池の中央やや北寄りに最も大きい蓬莱島があり、その北に亀島、南に鶴島がある。亀島は、 亀の形に、鶴島は、鶴の形に、石が組まれている。宝来島は、亀島と共に見えるアングルからは、鶴の形に、鶴島と共に見えるアングルからは、亀の形に、石が組まれてて、常に、鶴亀の一組を表現する趣向となっている。池の北西部には、二段の滝がある。池の南に広がる、芝生の部分は、官永の行行行の際には、 行光古典が建てられていた場所であり、こちら側が庭園の第一正面となる。第二正面は東、大広間側、第三正面は北、国書院側という三正面式の設定である。本丸御典が移築された後に策定が始まり、1896年、明治29年に完成した洋風庭園。日本庭園と異なり、 池や枯れ山水ではなく、芝生と食事を中心とした、回遊式の庭園である。二の丸の北大手門付近に1965年、昭和40年に作られた和洋折衷庭園。古都京都の文化財を構成する17の遺産の一つとして、世界遺産に平成6年、1994年12月に登録された。 白学内省から京都市に移管された後の1939年、昭和14年10月28日に、上記2の丸五点の6棟を含む24棟が、国宝保存法に基づく、国宝、旧国宝に指定され、1944年、昭和19年に本丸五点四4棟が、追加指定された。その後、1950年、 昭和25年の文化財保護法施行に伴い、旧国法はすべて重要文化財として指定されたものとみなされることとなった。二条城の外堀を囲む道路も含めて、二条城全域が1939年、昭和14年11月30日に、旧二条離休、二条城の名で史跡に指定された。徳川家康が二条城の造営に着手したのは、慶長6年。 1601年であるが、現存する二の丸御殿の建物群は、その二十数年後の官営期に大改修されたもので、ある。御水ずの天皇の二条上行行に備えて、官営元年、1624年から御殿の大改修が始まり、同三年、1626年に完成した。二の丸御殿が官営期に新築に近い改修を受けていることは、 川上三蔵の調査で反しており、建物内の障壁画についても、官営機の作であることが、ドイツ具よし、武田常浦の研究で明らかになっている。古点の正門である唐門を入ると、正面に東侍及び、車寄せがあり、以下、式台、大広間、蘇鉄の間、国書院、白書院の各、建物が、南東から北西へ、眼光型に配置される。 各建物は、入りや渡り廊下で連結されている。遠侍及び車寄せ、式台、大広間、蘇鉄の間、国書院、白書院の六棟が国宝に指定され、遠侍及び車寄せは一棟に数える。これらの建物の各室の床、床脇、棚、頂台構え、襖、障子越し、投げ市場壁などには、かの丹優らかりの葉の絵師による障壁画が描かれている。 古典の建物は概ね寒影期の状態を伝えるが、改変された部分もある。各建物の屋根は、現状は瓦吹きであるが、当初は吹きであった。状況3年1686年に建物の破損見分を行った際の記録によれば、当時すでに瓦吹きであったので、屋根吹き材の変更時期は1686年を遡ることは明らかである。 二の丸五点は、明治以降、昭和十四年、1939年に、京都市に、下死されるまでの間は、京都府庁や二条理宮として使用され、その間に、障壁画の破損が進んだ。大広間と国書院の外面の腰高障子も、明治期に新たに入れられたもので、当初は使われていなかったものである。日本の城郭の五点は、明治以降に破却されたものが、多い中で、二条城、 二の丸五殿は一部に改変や破損があるとはいえ、オリジナルの建物と障壁画が共に現存するという意味で貴重な存在である名古屋城本丸五殿では、障壁画は大部分が現存するが、建物は太平洋戦争の空襲で消失した。当侍は二の丸五殿のうち最も手前に位置し、かつ最も大規模な建物である。 胸を南北に向けた入りもやづり、瓦葺きの建物で、以下に述べる、二の丸御殿の書殿はいずれも、入りもやづり、瓦葺き、面積は1048平方メートル。登上した大名や家臣らの控えの場となった建物で、ある。平面は、正方形に近く、間取りは、東西、南北とも三列構成で、北東に位置する直視の間、上段、下段に分かれるから逆時計回りに、 一の間、二の間、三の間、柳の間、四の間とも、若松の間、長大の間があり、これらに囲まれた中央部には、不要の間と物置がある。物置以外の各室に障壁画があり、いずれも近似の祭である。直視の間は、上段が二十一条、下段が三十五条。上段には二間半幅の押し板形式のとこと、 棚、長代が前を備えるが、不所院はない。このような大規模な御殿の主室に、不所院を設けないのは異例である。床に向かって、左の入り側境、通常、不所院の設けられる位置には、腰高障子をはめる。画題は、上段が、楓、下段が、檜の退治を、おとした、金字のおさい画である。一の間、二の間、三の間の障壁画の画題はいずれも、 竹取らずで、これらの室には、虎の間の別称がある。当侍、玄関の障壁画に虎を描くことは、名古屋城、本丸五殿などにも例があり、来訪者を威嚇する意図があるという。障壁画の筆者については、かの三落との伝えもあるが、研究者は、かの神野城の筆と推定している。二条五条五差し図、宮内庁所領部像には、当侍の障壁画の筆者を、 サネタケとしており、これは、新設、神野城の号を指す。なお、この神野城については、名古屋城、本丸御殿対面所の障壁画の筆者とされる、神野城とは別人、または制作時期が大きく異なるの可能性が、指摘されている。式台は、東侍の西に接して立つ東西棟の建物である。面積は332平方メートル。上した。 大名らの取り継ぎの場となった建物で、手前に、式台の間、その裏手に、老中一の間、老中二の間、老中三の間がある。各室の障壁画はいずれも、近似農祭である。式台の間は48条で、床、棚、不書院等の設備はない。式台の間の障壁画は、松の巨木を描く。大広間は、式台の西に接して立つ。 南北東の建物である。面積は784平方メートル。二の丸御殿の書殿のうち最も格式が高く、将軍の表向きの対面に用いられた、公式的、儀礼的空間である。一の間、上段の間、二の間、下段の間、三の間、四の間、槍の間とも、頂戴の間からなる。一の間は四十八条で、とこ、棚。 頂戴が前、不所院を備え、天井は最も格の高い二重折り状角天井と、する。障壁画は、松の巨木を主題とする。式代と、大広間の障壁画の筆者については、二条五条五差し図、二、仮のうねめ砂はちかり、太陽の筆とあり、伝承通り、太陽の策とみなされている。素鉄の間は、式代と国書院をつなぐ。 南北東の渡り廊下城の建物である。明治期に板敷期に変更されているが、江戸時代には畳敷きの部屋であった。国書院は、蘇鉄の間の北西に接して立つ東西棟の建物である。国書院は、幕末頃からの故障で、それ以前は、小書院と呼ばれていた。面積は569平方メートル。大広間が公式的。 儀礼的な表向きの対面の場であったのに対し、国書院は内向きの対面の場であり、将軍の御座所でもあった。規模は大広間より一回り小さい。一の間、上段の間、二の間、三の間、四の間、頂戴の間からなり、二の間、三の間、四の間は、障壁画の画題から、それぞれ桜の間、浜松の間、菊の間とも言う。 一の間は二十四畳半で、床、棚、頂台構え、不所院を備える。このうち、棚を、北面東端から、東面北端にかけて、乗り降り、L 字形に配置するのが特色である。一の間の天井は、各天井だが、大広間の一の間のような二重折り上とはしていない。小壁川式台、大広間と同様、松を主題とするが、床町へは松に埋め、芝垣、 小金帳などを廃し、松木には残雪を表すなどして、早春の季節感を表す。さらに、床脇、棚の壁調布の竹図と合わせて、小畜梅を表している。国書院の小壁画の筆者については、二条五条五指し図に、二、かの直おのの筆とあり、伝承通り、直おのの作とみなされている。白書院は、国書院の北に立つ、南北等の建物で、 御殿の建物群のうち最も奥に位置する。国書院とは、渡り廊下を介して接続する。白書院は、幕末頃からの故障で、それ以前は、五座の間などと呼ばれていた。面積は318平方メートル。大広間や、国書院に比べて規模が小さい、内向きの建物である。将軍の休息所、神女として使用された。昭平家は、他の書殿が、 近似の祭を主としているのと異なり、白書院の障壁側、単祭が主体となっている。間取りは黒書院と同様、一の間、上段の間、二の間、三の間、四の間、頂戴の間からなるが、規模は黒書院より小さい。一の間は十五条で、床、棚、頂戴が前、不書院を備える。一の間の天井は各天井だが、 二重折り上としていないのは、国書院一の間の天井と同様である。障壁画は、単細の山水画で、中国の西湖の情景を表したものである。白書院の障壁画の筆者については、二条五条五差し図、に、仮の脅威、仮の脅威の筆とあるが、筆者については、遺説もあり、二千十二年に、東京都江戸東京博物館で開催された、二条では、 狩野町、または京毛筆とされていた。築城400年記念展示、収蔵館、略称、展示、収蔵館は二条城の敷地内東方にある施設であり、1982年に重要文化財に指定された二の丸五天章壁画の原画を保管している。築城400年を記念して2004年3月に、竣工され、2005年10月10日に開館した。 古典におけるレイアウトと同様に並べられた障壁画をガラス越しに干渉できる。二条城の北大手門付近の壁に何かがぶつけられたと見られるくぼみが2016年2月6日までに約40個にわたり発見された。京都市は文化庁に報告し修復方法を検討するとともに京都府警察に相談している。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。